飛んでる。お父さん見て、全部君のためだよ。君は僕のスーパードーター。このお父さんは何でもできます。壁を透かしてみる、素手で蛇口を修理する、パーティーを照らす、そして見えなくなる。スーパーヒーローのお父さんについてのウフの新しいビデオをチェックしてください。ただいま。今日も一日大変だったな。やっとこのスーツを脱げます。全く通気性がありません。ふう、お腹も苦しかった。最近ちょっと太っちゃったな。あー疲れた。テレビを見よう。リモコンはどこかな。あ、電話だ。もしもし、写真立て。僕が欲しいのはこれじゃない。リモコンが必要なのに。また電話。ゲームコントローラー、かけ直します。ああちょっと疲れすぎてるのかな。ちょっと休もう。家族でのお出かけ。じゃんけんしよう。アリスは負けました。じゃあどっちが先にあの木まで走れるか競争しよう。いい？スタート。それじゃあ君に少し時間をあげるよ。さあ走って。ではお父さんもスタート。ん？なんだ、娘がお父さんの足を地面に接着しています。いたずらごめん。スーパーパパは足にブロックをつけてても走れます。あーこのブロック重たいな。勝ちました。わあお父さん、地面に足がついてたはずなんだけど。お父さんってすごいね。アパートをきれいにしないと。そしてこの埃は滅ぼさないと。あーダメだ、我慢しないとと思ったのに。ハクション、くしゃみ被害は甚大です。親子で楽しいフリスビーゲーム。キャッチして。おっと、スーパーパパは自分の強さを分かっていません。お父さん、また帽子が。ごく平凡な日の夜です。スーパーパパはワークアウトをしています。上腕二頭筋、大きく座って。ん？この音は何？ふん？外に泥棒がいます。いらっしゃい、お待ちしてました。仲良くしましょう。1、2、3、4、これは完璧なウエイトです。あー気持ちよかった。しまった、タオルを忘れた、そうだ姿を消して部屋にタオルを取りに行こう。タオルを持っていくだけ。ああ娘がこっちを見てる。アイロン切るの忘れてた、危なかった。ふう、
タオルを持って急いで戻って。心配しないで、落とさないように戻してあげる。お茶とハンバーガー、お盆の上に乗せました。ふう、落としそうだった。お父さんどうぞ。ありがとうアリス、本当にいい子だね。ちょっと待って、何か聞こえる。X 線モードをオンにしよう。アリスが男の子を家に連れてきた。ああ、今すぐ帰らないと。何が起きたの？お父さんが帰ってきただけ、大丈夫よ。お父さんって何してるの？スーパーヒーロー。ボーイフレンドへ警告です。彼みたいな人好き。でも彼は私に気がついてないみたい。ほら、完全に背中を向けてる。私に気づかせないと。お父さんの目を使ってこっちを振り向かせましょう。あー、また逃げた。なんでいつも失敗するの？今日はアリスの友達を誘ってパーティーです。さあリンゴで遊ぼう。おっと、棒がもう折れちゃった。ゲームはもうできません。アリス、お父さんに任せて。スーパーパパの下を通ろう。みんな恥ずかしがらないで遊ぼう。蛇口が壊れています。これはスーパーパパのお仕事です。道具を出して。あれ、一番大事な道具がありません。でも問題ありません、スーパーパパは素手で直します。ここを外して、完了、直りました。スーパーヒーローでさえ誰も見てない時に鼻をほじります。あー、とっても大きいのが取れた。飛んでけー。ねえ、何の爆発？壁に穴が開いちゃった。あー、ごめんごめん、バットマンの仕業だよ。飛行機がハイジャックされ人質を取られたんだけど、レーザー光線で悪者を混乱させて戦ったんだ。やっぱりお父さんが一番強かったよ。それからお父さんはたまたま核ミサイルが発射するのを止めたんだ。それから UFO を止めて人類を滅ぼそうとしてたんだよ。でも今回は仲良くするように説得したんだ。だってお父さんスーパーヒーローだからさ。お父さんの毎日ってハラハラドキドキだね。でもお父さんにはもう一つミッションがあるよ。家族の平和のためにゴミを出してね。もちろんだよ。スーパーパパは簡単にゴミを圧縮します。すごい。みんなパーティーを楽しんでいます。突然の停電、困ったな。みんな大丈夫、スーパーパパが助けてくれます。ライトオン、イエーイ、パーティーオン。スーパーパパはいかがでしたか？どんなところが好きかコメントください。皆さん、このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックしてください。ふうふうの陽気な新しいビデオ、お見逃しなく。